解剖学の知識を用いるトレーニングが腹筋具の肥大には必要である。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日はプランクエクササイズ VS クランチエクササイズ、腹筋具の筋活動が高まるのはどっち、ということで腹直筋腹斜筋を大きくしたい方の筋力トレーニング方法を徹底解説していきます。特に2014年までの知識で止まってしまっている方は絶対に腹筋群の筋肥大は起きませんので、必ず最後までご覧ください。それでは行きましょう。それではまずは、プランクエクササイズ VS クランチエクササイズの結論をご紹介する前に、2014年までの間違った知識というのを正していきましょう。2014年にリバプール、ジョン・ムーア大学から、腹筋群を筋肥大させたいのであれば、腹筋運動にはこだわらずに、全身のトレーニングをした方がいいというテーマの研究が発表されまして、スクワット運動などの全身をまんべんなく使うトレーニングをした方がお腹周りの骨格筋細胞が活性化されて脂肪が燃えやすいというデータが出ています。この研究をもとに今現在でも筋肉系 YouTuber の方や古い知識のトレーナーの指導では、腹筋群はトレーニングをやらずにスクワット運動なんかの全身的なトレーニングをした方がいいということが言われがちなんですけれども、実はこの情報は解釈が間違って伝わっている危険な情報なんです。時を同じくして2014年にグロスターシャー大学から健康成人14名を対象にして、お腹周りの骨格筋細胞が活性化すると言われているスクワット運動による腹直筋の筋活動の調査が行われています。研究の方法としては至って単純で、筋電図を用いて 1RM60% の負荷でスクワットをした場合と 1RM75% の負荷、1RM90% の負荷の3つのグループに分けて、負荷量によって腹直筋の筋活動はどう変化するのかの分析が行われました。要はスクワット運動で軽い負荷と中等度の負荷、高強度の負荷ではどの程度腹筋に力が入りやすいのかを調査したというわけです。通常であれば重い負荷であればあるほど筋活動は高くなりやすいですが、実際の論文の図ではこんな感じになっていまして、1RM90% というほぼほぼ限界という重さでトレーニングをしたとしても腹直筋の筋活動はほとんど見られなかったという結果で、腹筋を肥大させて分厚くするためにはスクワット運動などの全身運動だけでは不十分であるという結論が導き出されているんです。先ほどのリバプールジョン・ムーア大学の研究では、腹筋群の骨格筋細胞の活性化という部分に着目された研究なので、スクワットなんかの辛い運動をしたからといって腹筋群の筋活動が上がるというデータではないんです。この部分を勘違いして表面上だけをかじって知識にしてしまうと、腹筋運動はやらなくてもスクワットやレッグプレスなんかの全身運動をやればいいという間違った知識になってしまうんです。なので腹直筋はスクワットで鍛えられるからいいではなくて、個別で鍛えていく必要があるんです。じゃあ腹直筋を鍛えるのには何が一番有効なのかと言いますと、ここからが本編です。プランクエクササイズ VS クランチエクササイズ、どちらが腹筋群へのトレーニングとして優秀なのかと言いますと、この部分で参考になるのが2000年にバスキンが行った EMG 研究です。2000年と聞くと古い研究だと思うかもしれませんが、腹筋群の論文に関しては2000年から2015年くらいまでが最も活発であり、このデータは引用文献に使われる論文が多数ありますので、今回は新しい論文というよりは論文の質が高いものを選んでいます。なのでこのバスキンの研究も古い研究なんですが、信頼性が高いとても貴重な研究です。代表的な12の腹筋エクササイズの筋活動を筋電図で分析するという研究で、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、クランチエクササイズ、ハンギングレッグレース、プランク、サイドプランクなど12の競技を分析した結果、最も腹直筋が働いたのがクランチエクササイズという結果でした。つまりプランク VS クランチはクランチエクササイズの圧倒的な勝利というのが結論になります。そしてこのクランチエクササイズをより効果的にする方法として、2009年のカンピーナス大学の研究ではクランチエクササイズに外的負荷を加えることによって腹直筋の筋活動が上がると報告されていまして、実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。クランチ中に図のような重りを持ちながら行うことによって筋活動が優位に高まっているのがわかります。つまり
負荷をかけながらのクランチエクササイズが最も腹直筋を分厚くするのには有効ということです。ジムなどのマシンで言えばアブドミナルクランチが代表的なところかと思います。自宅でやる際はよくある上体起こしを重りを持ちながら行うのが最も効果的です。2020年の韓国から発表された論文では、上体起こしの角度を30度にすることによって60度、90度までの上体起こしと比較し、腹直筋の筋活動が高まるとの報告がありまして、30度以降の角度というのは上げたとしても大腿直筋の筋活動が優位に高まるという報告や、腰を曲げすぎることによって腰部痛の原因になるというデータもありますので、腹直筋を肥大させたいのであれば、ジムに行っている方はアブノミナルクランチでしっかりと負荷をかけたトレーニングを行い、自宅で行いたい方は外的負荷を用いながら30度までの上体起こしを実践するようにしましょう。論文で解決チャンネル。そして先ほどの図にも出てきたように、腹直筋というのは働きによって上部と下部に分かれていますので、かっこいい腹筋を作り出すためには下部も鍛える必要があるんです。実際に2014年の研究では、腹直筋の上部と下部の働きには明確な違いがあることが分かっていまして、作用の違いからも腹直筋の上部、下部というのは別々で鍛える必要があることが科学的に明らかになっているんです。解剖学的な知識が足りないと腹直筋が上部下部に分かれていることを知らないので、腹筋を鍛えるためにがっつりクランチエクササイズをしても、なぜか下っ腹だけメリハリがない、格好悪い体になってしまうということが起こってしまいます。腹直筋下部のトレーニングとして最も有効なのが、先ほどのバスキンが行った EMG 研究をもとにすると、ハンギングレッグレイズが最も腹直筋下部の筋活動が高いことが分かります。つまり腹直筋下部のトレーニングにはハンギングレッグレイズを行う必要があるんです。注意点としては大腿部の筋肉を使わないようにすることです。ハンドを使ったり足先を上げるという意識にしてしまうと、効果的なハンギングレッグレイズはできませんので、意識することは骨盤から足を持ち上げること、そして腕が辛かったらアブストラップを使用することです。私自身も手首を痛めている時期や腕が疲れている時にやると、どうしても手首に意識がいってしまい、効果的なトレーニングができなかった経験がありますので、基本的に腕の部分は楽にするためにアブストラップを使用して、意識が体幹に向かうようにイメージすることがハンギングレッグレイズでは重要になります。ぜひ今腹筋のトレーニングでクランチしかやっていないという方は、レッグレイズエクササイズを追加してみてください。圧倒的に腹直筋の形が変わってきますので、試してみると効果を実感しやすいかと思います。そしてかっこいい腹筋を作りたいのであれば、腹直筋だけでなく腹斜筋群も鍛える必要があります。写真で見ていただくと分かるように、逆三角形のかっこいい体を作るためには肩周りを大きくすることはもちろんなんですが、お腹周りをシャープにしていく必要もあります。このシャープに見せるための筋肉というのが腹斜筋なんです。腹斜筋は外腹斜筋と内腹斜筋に分かれていまして、外側に大きく斜めに走っている筋肉が外腹斜筋、外腹斜筋の下に横を走っている筋肉が内腹斜筋になります。それぞれ体をねじる動作と曲げる動作に働く筋肉でして、筋電図を見てみるとこんな感じになっています。どのトレーニングと比較してもサイドメンドの筋活動は高く、よくあるねじりながらのクランチエクササイズやサイドプランクエクササイズと比較しても圧倒的な筋活動が見られています。またレッグレイズにローテーションを加えるツイストレッグレイズに関しても、科学的には高い腹斜筋の筋活動が見られますが、腰をねじる運動ですので怪我のリスクが高くなりますし、やり方によっては筋活動が変わってくるというデータも出ていますので、やってみて腰に違和感がなく効果があればやっていただきたいですが、優先的に実践していただきたいのはサイドベンドになります。以上がプランクエクササイズ VS クランチエクササイズ、そして腹筋群を肥大させるためのトレーニング方法でした。正しい解剖学の知識を使い、最速最短で筋肉をでかく強くしていきましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。